風船のようなうさぎの折り方をアレンジして前足をつけてみました。白いうさぎにはピンクの折り紙、月を背景にした黒いうさぎには黒い折り紙を使います。折り紙は説明欄の型紙をダウンロードしても作ることができます。切るときはプリントアウトしたものを重ねてずれないようにホッチキスで留めて一気に切ると早くできます。まずピンク色が見えるように四角く折ります。一度開いて90度回し、もう一度四角く折ります。今度は裏返して白い方が見えるようにして三角に折ります。これも2回折ります。折り目に従って山折り谷折りにしていきます。折り山が右に2つ左に2つできるようにします。尖った方が上になるように置いたら両端を折り上げます。裏返して同じように折ります。ここまでは伝統折り紙の風船の折り方と同じです。上下ひっくり返したら斜めに折り上げて前足を作ります。だいたいこのくらい折りますが、うさぎによって少しずつ足の位置が違う方が面白いと思います。横向きに置いたら1枚だけめくって中心に向かって三角に折ります。後で膨らませた時に外れやすいので、ここに糊をつけて貼っておきます。足のところを開いたら角が真ん中の折り目のところに来るように折り曲げ、ここも糊で貼ります。180度回して同じように折り曲げたり貼り付けたりします。裏返して耳を折ります。足の付け根と付け根の間を結ぶ線の真ん中から角に向かって斜めに折ります。反対側も同じように折ります。折り目の間に指を入れて耳を開きます。前足を持って口のところから空気を吹き込むとうさぎの出来上がりです。吹き込むときは衛生面を考えてストローを使いましょう。黒いうさぎを作るときは初めに白い方が見えるように四角く折ります。後の手順は白いうさぎを折るときと同じです。折り目に従って山折り谷折りにしていきます。尖った方が上になるように置いたら両端を折り上げます。裏返して同じように折ります。上下ひっくり返したら斜めに折り上げて前足を作ります。横向きに置いたら1枚だけめくって中心に向かって三角に折ります。ここに糊をつけて貼っておきます。角が真ん中の折り目のところに来るように折り曲げ、ここも糊で貼ります。180度回して同じように折り曲げたり貼り付けたりします。裏返して耳を折ります。角に向かって斜めに折ります。折り目の間に指を入れて耳を開きます。前足を持って口のところから空気を吹き込むとうさぎの出来上がりです。4分の1サイズの折り紙を使うと小さいウサギができます。大小並べると親子のウサギに見えます。
とても軽いので立体的な貼り絵にも使えます。飾り方を工夫してお楽しみください。